午後、浜松まつり組織委員会の役員会が開かれ、今年の浜松まつりの開催方法について話し合われました。会は冒頭以外非公開でしたが、今年の浜松まつりは5月3日から5日までの3日間、有観客でたこ揚げを実施するほか、市内中心部での御殿屋台の引き回しを4年ぶりに再開する方向でまとまったということです。去年は禁止とされていた糸切り合戦や練りについては引き続き協議し、3月に結論を出すことにしています。一歩一歩着実に前へ行っていると思うものですから、またこの伝統をですね、しっかりつなげて、いきたいというふうに思っています。お祭りは、まあ、これ浜松にとってですね、非常に重要な行事ですし、ほぼほぼコロナ前に近づいてきているということは良かったなというふうに思います。